人や物の動きが盛んになる年末年始に合わせ、神戸海上保安部では特別警戒の出動式を行いました。神戸海上保安部は毎年年末年始に海上での事故やテロを防ごうと特別警戒態勢を取っています。今日は神戸港第一突堤で出動式が行われ、海上保安官が巡視艇など4隻に乗り込みました。特別警戒では漁船や客船に安全運航を呼びかけるほか、航路標識や灯台に異常がないかや不審な船がいないかを確認します。フェリーとかでお客さん増えるんでですね、船内窃盗とかは特徴な季節的な事件かなと思いますんで、自分のあの荷物でですね、目を離さないように。神戸海上保安部の管内では近年プレジャーボートなどが養殖網に乗り上げる事故が増えていて、警戒を強めています。